さあ行っていきましょう。サマーライトガチャ新ゴマアップ回していきたいと思います。こちらを55連回した後に松パックも買っておりますので、こちらも回していこうかなと思います。ということなのでね、最低でも1体は持っていないキャラクター、新キャラを手に入れることができるということで、まずは11連セール分ですね、30個回していきましょう。欲しいのは、とりあえず持ってないの何でも欲しいんですけど、特に欲しいのは伊丹さんですね。そう、メフィストフェルスということでね、帽子をかぶっている姿が伊丹さんそっくりなので当てていきましょう。うん、さあまず最初の11連ですね。はい。まあ、あ、でも OKOKOK、 新キャラのルールですね。こいつはあの罠回収に使いやすそうなので2体ぐらい手に入れておきたいところ。さあラブーシュかお好み焼きのね鉄板をなんかコテでひっくり返そうとしている姿がとてもキュートですね。はい、で今回ビンゴもあるということなので、真ん中3つ、美味しいな、これ、かけら3ついただいてよろしいですか。うん、ありがとうございます。オッケーオッケーオッケー。ということで、続きましていきましょう。まあまあまあ、最初の11連は S なかったんですけども、22連目からね、確率を収束させていきましょう。虹のかけらは見えませんが、大丈夫です。端末がブルブルっと震えれば、それが S の鼓動ですからね。さあ、お願いしますよ。震えないなぁ。あー、おかしいなぁ。君がいた夏はビーゴマ祭り。まあまあまあ、お、アンドラス、なんか、あれ身長伸びた急に身長伸びましたね、この人。はい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 、はい。あ、なんかサマーヤツウサとかも見えましたね。夏キャラ、去年の夏キャラも出ているということなんでね。回して損はないかなと。真ん中嬉しいな、これ。ビンゴの確率が非常にありましたよ、これね。真ん中取ることにより。なんだったらリーチもかかってるから、次の、11年でですね、内角真ん中にね、ストレート投げれば、ビンゴが揃えますということで、お願いします。金のかけら。はい。テンポよく行こう。さて、そろそろ S ゴマ欲しいな。お願いします。ちょっと待って、本当に S がない。どうしよう。まずい。このままじゃ、空に消えてた打ち上げ花火じゃなくてね、これあの、ガチャに溶けてった福沢諭吉になってしまうぞ、これ。はい、竜宗兵ね。はい。じゃ、攻めてビンゴ。まあ。ダブルリーチかな？はい。オッケー。まあ。ここまでは、まあ、許容範囲。ここからや。お願いしますよ。はい。ここで S 出てね。よろしくお願いします。虹のかけら。見えないな。虹のかけら見えないな。なんか最近虹のかけら全然見てないね。うん。お願いしますよ。11年。ガチャに溶けてった。福沢ゆき。やばいぞ。まだ S 見てないよ。私まだ S 見てないよ。はい。ははは。じゃ、攻めてガチャ。ガチャじゃない。ビンゴ。攻めてビンゴ。はい。止まれ。そこ、そこずれちゃいましたか。ちょっと。いや、でもこれ大丈夫。5分の1の確率でビンゴが外れる。逆に言うと5分の4で当たるということですから、まあ、ほぼ大丈夫でしょう。よろしくお願いします。さあ、頼むぞ。ここいらです。虹のかけら見えないけど、まあ、関係ない。虹のかけらが見えないからって、臆することなかれ。ここからよ。ブルレ。まあいいや、松パックあるから。うん、松あるからいいんだよ。うん、気にしない。なんだったら単取り毎日いけるから。じゃあ、まあすべてここでビンゴね。あ、よかった。あ、ちゃんとビンゴなってくれてよかった。これ以上芸人見せつけるところだった。危なかった。ああ、よかった。ということで、ビンゴで A 以上確定ガチャもあるので、こちらも回していきたいんですが、気づきましたね。これね、駒箱がいっぱいなので、売却していきます。はい、ということで、売却していきました。あとはサマーライトビンゴの A 以上確定ガチャと松パックガチャ。まあ、松ガチャがあるからな、最悪な。うん。もうそれだけでもさっきの55連はね、本当夏の夜の夢だったということですよ。うん。ガチャに溶けてった福沢諭吉。はい。しかし、松パックがあるから救われる。そしてこれの A 以上確定ガチャは S ゴマが出る可能性もあるんですが、まあさすがに A ですよね。うん。まあ知ってた。これ知ってた。はい。あ、サマールサリーだ。ああ、この A 以上確定ガチャは、あるか去年のキャラクターも出るということですね。はい、わかりました。去年というかあれか、あの一昨年かサマールサリーって、この松パックガチャは、あーでもこっち、これあれか、去年のキャラもいるのか。去年のキャラはね、サマールムカとサマークレハ持ってないからね、サマーデレム持ってるから、サマーデレムは別に取らなくてもいいところはある。
で、なんだったら伊丹さん、そう、メフィスト伊丹が欲しい、お願いしますよ。まあ、これエース確定だから安心して回せるね。あとは何が出るかの話、あとそうだな、見た目的にはアラーチェとかも欲しいね。あー、久々に端末の震えを感じましたわよ。お願いしますよ。はい、よろしくお願いします。風呂はいいやろ。まあ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 、オッケーオッケーオッケー、かわいいね。オッケー、ありがとう。私は年上の女性が好みなので、フロアイエローはとっても嬉しいです。ということで、55連ほど回しましたが、マツパック以外は S なしでしたね。久々に、うん、あまり良くない引きをしたのかもしれませんが、まあまあルールとか当たったし、オッケーオッケー、ここから単取りでね、確率を収束させていけばいいんじゃないかなと思いますので、サマーナイトガチャかな。サマーナイトガチャね、今後も楽しんでいきたいと思います。皆さんはこのガチャ回しましたが、何かキャラクター出たとか、あいつ当たらなかったとか、あいつ狙ってたけどこっちが出たとか、そういうねコメントありましたら、ぜひぜひ、コメントにください。ということで、今回この辺で終わっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。